宇つ木峠のお地蔵様宇つ木峠は、福井県鶴ヶ市内の福井県道二百九号五日田、新補定車両線の分断区間上にある峠である。標高は百七十メートル。福井県道二百九号は、分断県道であり、この宇つ木峠付近は県道に指定されていない。しかし、端点から、先の道路上にあり、将来的に道が改善され車両の通行が可能に、 なった際はこの区間も、県道指定されるものと思われる。標高は高くはなく、勾配もきつくないので、万葉集にも読まれた、この地を歴史探訪をする人も見られる。山中峠や、木の目峠のある、この付近は、歴史的にも、石所や難所が多く見られるため、ハイカーがよく訪れる場所である。峠付近にかつて杉の大木があり、大きな洞が開いており、その様を、 うつろぎと呼んだことからその名がついたという伝承がある。県道209号の起点である市畑交差点が非常に強路であり、車両での通行は困難である。また2007年現在、峠を新坊側に少し越えたあたりで、鶴ヶ市土木事務所により、通行止めのゲートが設置されている。徒歩で越えることは可能ではあるが、路肩が崩壊している箇所もあり、注意が必要である。 標高や勾配よりも道自体の未整備の方が問題の峠である。ありがとうございます。